はい、どうも、カズマルクスと申します。もしよかったらね、ポチッとね、高評価の方よろしくお願いします。僕はですね、日々マリオカートが好きで、みんなとね、共有したいと思い、実況動画をね、上げております。ということで、はい、大丈夫。はい、大丈夫。よろしくお願いします。大丈夫、2回言ったんですが、今回のカスタムはこちらですね。じゃん、マリオを使ってくださいということで、キャラクターのね、リクエストがありましたんで使っていこうと思います。というわけで、コインをねしっかり集めて、走っていきましょう。いやー、マリオパタテンというね、いかにもシンプルな感じの、カスタムなんですが、もう何でもいいですよ。キャラだけでもいいし、カスタムだけでもいいし、何でもいいんで、とりあえずねコメント欄で使ってほしいものがあればぜひね、あの初見さんでも構わず言ってくださいということで、これ赤消しできないかな。いや無理か。これちょっとショートカットこうしっかり決め、なんでさぁこういう時に限って決まんねえのマジでなぁ。さっきね、録画外でここ走ったんですよね、一回で普通にさぁミスク決まってたんですけども、なんかね、いざ実況動画を撮り始めるといつもミスるんだよ。なんなんだよマジで。さぁこれトゲ神引き来い。あみかトゲ軽減しようか。これトゲ軽減して、あー変なとこ、くっそもー。なんでダートのところに投げちゃうかな。さあ、1位はピックさんかな、これ。なんかもう一回トゲ来てほしいんですけども。さあ、これキノコ出た。これちょっとだいぶ膨らんじゃう。あー、サンダー来るか。はい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 。なるほど。さあ、ビデオゲームズさんがいる。ちょ。あぶね、なんとかターボ回復できた。もう、やめてくれよ、マジで。なあ、もう、しかも取るねよ、アイテム。このヨッシーね。ねえ。さあ5位か。これちょっと上がっていきたいんだけどな。あぶね、ポッチさんもね、ありがとうね。ピックさんも入ってきてくれてありがとうございます。これ投げて、投げて投げて、これちょっと投げ、くっそもうどうしてこうなってしまったんだよ。ショートカットしなきゃよかったな。もうここのねニスクはね無理してやる必要ないと思いますということをね伝えたかったレースですね。はい、お分かりいただけただろうかということで、さあ次ね頑張っていきましょう。さえていきましょう。 200cc ミュートシディですね。よろしくお願いします。さあこのコースに関しては俺走力で結構自信あるんで、なんとかね上がっていきたいな。はい大丈夫。はい、スタートよろしくお願いします。さあマリオパタテンさんで今日も行く。いや前回はですね、大森の、女性バージョンと男性バージョンでね、村人を使ったんですけども、ちょっと怖いな、これ。これちょっと使って、これちょっと使って、潰していくぞ。はい。潰れないの？これでも、ぴょんぴょんして上がれるからいっか。これでぴょんぴょんして。さあ、これで1位出ていく。でもね、こっから何があるかわからないんで、わあ、これ早いんじゃね？ダートを一切噛まずにやるショートカットということで。ああ、こっから油断できないんだよな。さあ、しっかりインツクラ芝もね、踏んでいきましょうと。コインがちょっとあれなんだ。もう、早くね、トゲくんのね。来い、クラ。ダメか。もうなんで俺の時だけこんなすぐトゲくんのね。これちょっと軽減しよっか。でここで軽減しつつコインもしっかり回収していくと思ったんですけど、コインがね、4枚とちょっと半分も溜まってないんで、あー頑張って貯めていきましょうと。はい、ここ飛び越してなんで俺が1位で出た瞬間さトゲくんだからしょうがないんだけどね、レースゲーだから。さあ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 、ダッシュ版ね。これダッシュ版なんか TA 配置じゃないかな、ちょうど。だから走りやすい感じがするんですけども、ここでしっかり赤消ししていきたいんですけども、コントローラー狂った狂った、ちょっと待って、ちょっと待って、だいぶ狂ったんですけども、大丈夫、ここでしっかり置いて、潰しつつ、赤コーラが何度着ようが俺には関係ない、もう、なんなんだよ、もう。これだって、ニスク決めたい、小さいまんま。小さいまんまニスク決めていきたいんですけども、決められるかな。いけ！オッケー！あー、ダメだった！でもこれはね、トゲ譲りだからね、俺には当たんないと。あ、でも、ダメかな、間に合わないか。くっそもー。小さいまんまでもさ、ニスクさ、決められるかなと思ったんですけども。くっそもー。さあ、行ってきましょう。200cc、64レインボーロードですね。任天堂64レインボーロード。上位スタートかなり不利なんですが。はい、OK。はい、スタートよろしくお願いします。いや上位スタートとか俺やだわー。これ絶対もう被弾したら終わりだね。ほぼ上がるのは不可能と言ってもいい。このコースに関しては200はね、これねバナナ怖いからな。ちょっとアウトに膨らむか。アウトに膨らむでこれバナナ置かれそうだな。あれ前に投げてるね。ナイスナイスナイス。ここで1位出た、マジでやった。さあさあさあ、コイン引いちゃうか。
いやー絶対後ろからなんかありそうだよねこれ。ほらスナイプ投げてくるし、これでもコイン使ってさ離していきたいな。なんとかさこれ2つしっかり潰していくと。でここでね、ワンワンに邪魔されないでボム兵もしっかり置いて対処していくと。 OK、 ここでしっかり2つ取って、さあさあさあもう絶対1位取るよ。1位取りたい。もうこの部屋さ強いというか、俺がねただただ下手くそなんだけど、これで、交換して2つ交換しようと思ったんだけど、これはもう普通に安定走法でいくか。これちょっとスーパー解放して、あスーパー溜まってなかった、新走法なんですけど、ここでしっかりスーパー溜めて OK。 さあやったぜ、念願の1、ありがとうございました。さあゴールもね、しっかり内側にちゃんとゴールして、前ほんとここバグあったからね、バグというか新しい発見をしたんで、もう学んで俺は前のことを、ということで1位ね、ありがとうございます。もうやっとだよ、さっき事故りまくったんだけどね、キノピオハイウェイで、だからあえてカットしてます。さて行くか、やっていきたいと思います。 200cc ワリオスタジアム。さあこれ1位強いんだけど、後ろから押されそうなんだよね、毎回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 。はい大丈夫、絶対ミスんなよスタダ。はい OK、 やっていきましょう。これ絶対最初押されるからね、ほら押されても俺はインツ、もうなんで逆反切るから、もうふざけんなよ。もう下打ち連発してんだけど、俺こんな怒んねえぞ普通だ。もうマリカはほんとさ自分のミスなのにさ、あやべえ結構上がれてる、結構上がれてる、結構上がれてる、やべえやべえ、絶対ここで俺が覚醒して、絶対ミスんなようになんとかね頑張って上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。これ絶対にコインをねしっかり集めていこう。ここの1枚しっかり取って、次のね4枚も、ちゃんとね回収していこう。これで、当たらないように、当たったら多分マジでブチ切れた。オッケー、でこれ後ろ投げて当たればいいんですけども、当たんねえかさすがに、さすがに当たんないよね。まあ、ここはしっかり、MT 解放して、ここで赤消し、ここのねここの間したらねめちゃくちゃ強かったんですけども、ここでしてちょっとやべ、あ頑張っただいぶ頑張ったなこれ。ただ、もう赤コーラ持ってんじゃん、赤コーラ持ってんじゃん。後ろは大丈夫、ピックさんと、海外の方来てるんですけども、これさ怖えなこれ、普通にこれちょっと怖いん潰して総力でなんとか俺が追いついていこうと。え消えたよね、オッケー、あ消えてんのかい。さあさあさあここでね総力でなんとかね上がっていく、オッケーいい感じ。さああとはねミスなく逃げていこう。あここもね、ショットカット決めて、もう軽いショートカットなんですけども、ここでね MT ジャンプアクション、 MT 溜まってないんですけども、これちょっと軽いねリスクを決めていこうか、これでだいぶ上がるんじゃない。 OK さあバンバン、はいありがとうございました。ということで対戦ありがとうございました。 OK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  バイクで行くぜ、バイクじゃないけどカートですけどね。いやーちょっと波に乗ってきたね、続けてねレースの方やっていきたいと思います。もうまたやらかしましたよ、もうこれで何度目だよっていうぐらいまたやらかしてしまいました。何をやらかしたかっていうと録画ミスですね。はい、さっきね1位取ったんですよ、もちろん、かなりいいレースだったんですよね。なのに、よっしゃーって喜んでパソコンの画面見たら録画になってなかったから、うわマジかーって感じでちょっと落ち込んだんですが、ちょっとねその悔しさをバネに、ミスった悔しさをバネにねちょっと頑張ってこのレースでまた1位頑張って取っていきましょう。はいスタート、ここもねどうだろう、キノコ強いと思うんですよ。ただここはねタッキミスクしっかり決めてく、どうせね赤多分食らっちゃうと思うんで、大丈夫だった。さあミスクもしっかり決めてく、ここどうだろうね、強いかもしれないんですが、ここしっかりね、ショートカットじゃなくて1位出ると、はいキノコ受けよ、もう受けって。だからまあとりあえずここで復帰できるからいっか、もう浮かない時のが大半だからな本当。まあでもな前回とかはですね普通に浮いてたからどうだろう。さあこれは強い、あーポッチさん来てるねこれ、やだななんかされそうで怖いんですけども。さあニスクしっかり決めて、ここをニスクに関しては普通に行くより早いと思うんですよね。さあこれね1個交換して、なんで前だった、さあテレサ来た、あ強いね、さあ受けよ、オッケーオッケーオッケー、もう叫ぶしかないねここは、受けよっつって叫ぶしかないな。これちょっとここで赤コーラ使うと、はいもう200はね難しいからね、赤コーラ使うタイミングは、じゃあクラ使うタイミングはね。さあ大丈夫かなこれ、嫌な予感しかしねえなこれ、ちょっとね使って差を引き離していくと、でこれミスんないでよ、オッケーオッケーオッケー。さあさあさあ、現在1位、周回遅れしてる、周回遅れしてるな、この人、周回遅れしてる、構わず、ここでもうやめてマジで、オッケー赤コーラ消えてくれた、しかも浮いてくれた、いいね浮きはいいんだけど結構。
さあここはもう、しっかりね安定を選択していく。大丈夫、バナナ怖っ、怖い、あーサンダ来た、ナイスナイスナイス、これはもう後ろ抜かされないと思うんで、はい大丈夫と、ありがとうございました。オッケー、1位ですね。多分今キラー使ってた人は多分周回遅れの人なんで、オッケーということで、今回も皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、高評価、コメントもね、よかったらね、皆さん、感想を教えていただけると、次のね、動画作る際に参考になるんで、よかったらね、皆さんよろしくお願いします。まったりね、動画アップしてるんで、いて、今スピーカー倒れたんですけども、まったり動画アップしてるんで、よかったらね、また次も見てくれると嬉しいです。ではでは、コンマルクス、バーイ。